デンタルインプラント。デンタルインプラントとは、欠損場の問題を解決する目的で顎骨に埋め込む人工的な物質、人工臓器の一つである。インプラント体に人工場を固定する。英語のデントルインプラントからの輸入語で、デンタルインプラントと呼ばれ、その他の故障として、人工歯根、高校インプラント、歯科インプラントがあり、単にインプラントと呼ばれる場合もある。 インプラント体を手術により、飽骨に埋め込み、インプラント体表面と骨の結合、オステオインテグレーションを期待し6週間から6ヶ月間の治癒期間を待ち、その上に人工破綻、上部構造をスクリューセメント、磁石などで装着する一連の治療を、インプラント治療と呼ぶ。ブリッジや優勝技師と比較して天然場の状態により、近い機能。 形態の回復が得られる可能性があり、また、周囲の葉を削ったりそれらに負担をかけたりしない特徴がある。インプラント体の材料は、現在ではチタンが多く使われ、その表面にコーティング、各種が存在するが施される。実用に供されている人工臓器の中でも、デンタルインプラントは抗生物すべてが人工物である、補助手術のような例外を除く。しかし、 死亡事故のリスクもある。外科手術が必要であり、通常の歯磨きなどの必要性や寿命がないわけでも、ない。そもそも、手術が不可能な、もしくは、危険が多いケースや、手術をしても失敗、ロストするケースも相当数ある。他の治療法とは異なり負荷が学骨へ直接かかるため、インプラント治療には、しっかりした学骨が必要で、歯周病、抜死、 長期間の過鉄式にし、入れ歯の使用などで、思想骨を喪失している人は、顎骨の他の部分や腰などから骨を移植、自家骨移植、または、βTCP や、脱海乾燥した牛骨など、人工骨を転入して、インプラントを埋め込む、歯科医は、マイニューイコールマイニューと呼ぶ土台となる骨を構築する、補助手術を必要とする場合があったり、それでも、不可能なケースもある。 歯ぎしりの強さや相対する歯の状態やどの歯に適応するかによって大きく状況が異なり安全マージンを確保しない無理な治療は蛇骨などへ大きなダメージを与える結果ともなりうる。失った歯を人工材料で補う試みは古くから行われてきた。上ガッコツに、 鉄製のインプラントが埋まった紀元2世紀から3世紀の古代ローマ時代の人骨が発見されており、このことはすでにインプラント治療が試みられていたことを示している。7世紀のマヤ文明の遺跡で発掘された20歳、大女性の化学骨に天然の罰巨葉2本と貝でできたインプラントが埋まっており、脂跡がついていること、周囲に骨造成が X 線検査で確認できることから、 かなり長期に機能したことを示しており、世界で最初の実用に耐えたインプラントだと考えられている。インプラントが臨床に登場したのは1910年代。1913年にグリーンフィールドが円筒型のインプラントを開発し、これが近代インプラントの祖と評されることが多い。1930年代にはスクリュー型、1940年代には 螺旋型のインプラントが考案された。しかし予後は著しく悪かった。インプラント治療最大のブレイクスルーと言われるのが1952年スウェーデンの NO 大学で研究を行っていたペルイングバール・ブローネ・マルク教授によって、チタンが骨と結合すること、オステオインテグレーションが発見され、チタンがインプラントに応用されるようになったこと。これによりしっかりと骨に結合する。 インプラント治療が可能になった。動物実験を経て、1962年から人間に本格的にインプラント治療が行われるようになった。ただ、ブローネ・マルク教授が歯科医師ではなかったことなどがあり、批判的な立場の歯科医師も多く普及には至らなかった。1978年に初のデンタルインプラントのコンセンサス会議がハーバード大学と アメリカ国立衛生研究所の共催で開催された。この会議はデンタルインプラントのデータ収集と分析の評価基準と印が確立された象徴的な会議であったと評価されている。大きなターニングポイントとなったのは1982年のトロント会議。そこで、予後15年の症例が報告され、一大センセーショナルを巻き起こし、北米を中心に普及が始まった。 インプラントの形態は大きく分けてブレードタイプと呼ばれる板状のものとルートフォームと呼ばれるシコン様のタイプがあるルートフォームが主流になり現在に至るルートフォームは当初はシリンダータイプと呼ばれる滑らかな表面だったがネジ状の形態の方が初期固定に有利と分かり現在のインプラントにはネジ山スレッドが付くタイプになっている さらに骨との結合を早期かつ強固にするため、フィクスチャーブに HA、ハイドロキシアパタイトをコーティングしたインプラントが登場した。HA は生体の成分と同様の成分を有し、骨形成において骨誘導能、バイオインテグレーションが期待できる。HA では、インプラント周囲 1.5mm まで骨ができるのに、対し、チタンでは、 周囲 0.3mm が限界であるとの実験結果もある。日本でも1990年代に入り様々な製法が開発され、特に再結晶化 HA をコーティングしたインプラントで100%近い結晶度を実現。現在では早期のインテグレーションが得られるインプラントとして、広く臨床に応用されるようになっている。その他、また1991年に表面が、 機械研磨、いわゆる削り出しの状態より、強酸で、表面処理をした方が骨との結合が、より強くなるという論文が発表され、それ以降各社表面を、ブラストや強酸により処し、ラフサーフェス、微小粗雑構造を作るようになり、表面正常の良さを競っている。現在さらに表面を、フッ素コーティングをすることにより骨連動と石灰化が、弱気され、 治癒が早まるると注目されている日本ではまだ認可されていないが数年のうちに日本でもフッ素コーティングタイプのインプラントが登場することが予想されるこのようなインプラントの改良により予後は日々向上しているまた適応も骨再生誘導療法などが開発され思想骨の再生により拡大している2005年にはジルコニアアバットメントが日本国内で 薬事法上の認可を受け臨床応用が、始まり心微的治療の幅も広がっている。現在、デンタルインプラントの10年生存率は、システム、患者の年齢などにより左右されるが、概ね90%以上となっている。また、インプラント治療施設に来院する患者の平均年齢は、年齢的には若、しかし、周病などの影響が、 健在化する40代から50代が一番のボリュームゾーンとなっている。高齢者に関しては全身疾患などの影響により症例数が少ない。しかし、高齢化の社会情勢を受けて患者数は増加傾向にある。高齢者の治療成績はインホスラが80歳以上の133人に固定性の上部構造を装着し5年残存率が 上顎で93.0%、下顎で99.5%を示したと報告。日本においても鶴巻が25人を平均27.2ヶ月調査し、累積残存率98.6%の結果を得た。以上より高齢者のインプラントの治療成績も若年者に、大しそれほど劣ったものではない。しかし全身合併症。 手術時合併症に留意することが必要である。インプラント体の構造は、の二つからなるが、これを一体とした、一ピースタイプがある。また、インプラント体に人工破綻、上部構造を装着する。そしてその装着物固定も、ネジセメント、磁石など各種ある。蒸気すべての構造体は、多種多様で、強度、クッション性、寿命などの特徴も、多種多様であり。 手術自体と同じようにこうした治療計画によって治療の結果も大きく変わってくる。ジルコニア製のアバットメント、土台、部分の一部であり、日本国内では2005年に薬事法の認可がおり臨床応用が始まっている。前バブは歯がなくなると唇側側より歯槽骨の吸収が生じる。そのためデンタルインプラントを本来歯があった場所に 植立しようとすると、金属製のアバットメントが露出しやすく心理障害の原因になっていた。その対策として、金属と同等の強度を有するとともに高い人生があり、かつ白色で、心理性の高いジルコニアが、症例により用いられるようになっている。2018年に施行された第111回歯科医師国家試験で、出題が開始されるなど、学術的な認知も上がってきており、 普及期に入ってきている。詳細は、ジルコニアアバットメントの項目を参照のことと、インプラント体は2つの部分に分けられるが、この双方を一体となった1ピースタイプ、1パーツタイプと別々になった2ピースタイプ、2パーツタイプがある。双方にメリットとデメリットが存在する。一ピース一回法はパーツが少なく手術が一回で済むことから、手術費用が安く済む反面。 トラブルのあった際に、飽骨からすべて取り出す必要が生じることがある。2ピースタイプは、ここ異なる状態に合わせて組み合わせることが可能であり、トラブルがあった際に埋め込んだフィクスチャーブを飽骨から取り外す危険が少ないが、パーツの数が多くなることから費用が高くなる傾向がある。インプラントの治療計画作成の方法には、補鉄手動型トップダウントリートメントと、 外科手動型の2種類がある。インプラント手術の目的は、フィクスチャーの前入りではなく、機能、心理の両面の改善であるため、理想的にはトップダウントリートメントが望ましい。しかしトップダウントリートメントでは、骨量として必ずしもベストではない位置にフィクスチャーを前入りすることとなるため GBR が必要となることが多くなり、人工骨などの充填剤の質に依存することとる。 一時期はトップダウントリートメントでの治療計画が流行したが人工骨の吸収による不良予防のケースも散見されたため現在は外科手動型でフィックスチャーをしっかりと前入りするということに気を置くという考えに揺り戻しが起こっている状況であるただトップダウントリートメントが理想であるという事実は変わりなくより吸収の少ない精度の高い 人工骨等の充填剤の開発により機的にはトップダウントリートメントが主流になると考えられる。インプラントの術式は1回法と2回法の2つがある。インプラント体の改良により初期固定が改良されているが、フィクスチャーの定着を考えて2回法が選択されることが多い。1回法の場合は手術回数が少なく安価で、 即日歌詞を入れる即時歌重を行えるメリットもある。ただし、小規模な診療所では導入しているインプラントの種類が少なく、診療所を選択した時点で術式が決まる場合もある。上顎動定に近い、科学神経に近接している骨量が垂直的、または水平的に少ない等の場合に、それを解決するために補助手術が行われる。天然場の場合は、 歯根と骨の間に歯根膜があるため交をした際30マイクロメートル沈下する。しかしインプラントの場合はフィクスチャー、インプラント体が骨にダイレクトに固定されているため沈下量は5マイクロメートルである。そのため天然歯と同等の交合を与えると、インプラントにオーバーロード、荷重負担がかかり、補鉄物の破損、インプラントのロスト等の問題が起こる。 そのためインプラントの光合調整は、歯根膜がないことを考慮し、天然場より25マイクロメートル低く調整する。ナソロジー的な光合の考え方として、前歯は、球脂が完全に沈下した時点で初めて前歯部が接触する光合の付与が推奨されている。球脂部の歯根膜による沈下量は前述の通り30マイクロメートルである。 ため上下場で、計60マイクロメートルとなるが、前バブにも当然、四根膜があるため補正され、天然場の場合は、球脂が軽く噛み合う際に、前バブは30マイクロメートル理解していることが望ましい。一方で、インプラントの場合は、四根膜がないため、前バブの調整の際は60マイクロメートルの理解量が必要となる。インプラントを球脂部で3本並べて配列する際、 一本を2から3ト、mm、ル横にずらして配列すると、ベクトルが分散され水平力が20から60%軽減するという報告がある。この配列方法のことをオフセット配列と呼ぶが、旧支部の清掃性が劣るケースがあった。1990年代、各インプラントメーカーが直径の太いワイドタイプインプラントを開発発売したために、 クラウンブリッジタイプの上部構造では、このような配列よりも、骨幅がある限りは、部位ごとに適切な直径のインプラント前入りを行うことが推奨される。HA 被覆インプラントは2011年現在、全インプラントの30%を占めるに至っている。HA 被覆インプラントの利点は、植立時にインプラントと骨組織間に密着を必須としないこと。 インプラント周囲の骨形成不全に至る可能性が低いこと、骨不良部位にも適応可能であることである。インプラントへの HA のコーティング方法は、プラズマ容赦が主流であるが、プラズマ容赦はアモルファス症を多く含むため HA の蘇生が不均一になり骨結合の欠落、HA 被膜の溶出というリスクの報告もあり、この問題を解決する方法として、 HA 被膜を白膜化することが検討で、スパッタ法、イオンビーム法、レーザーアブレーション法などが開発されている。インプラントは様々なデータがあるが、一般的に200本入れると5本は定着せずに脱落、ロストしてしまう。ロストの原因には以下のものが考えられる。また、歯科医師の過剰及び政府による診療報酬削減により、 新しくインプラント治療を始める、歯科医師も多く、手術の技術、経験、経過観察などのレベル差が大きいといったことがある。多量出血、後遺症、死亡事故が発生している。主に、フィクスチャー部を駆骨に埋めるために行う手術に伴う。医師の未熟さや不注意による手術計画、事前の検診を含むに問題があったり、手術時のミスを原因とする。 現代医学における MI、ミニマルインターベンションを実現するためには、治療期間の短縮が望まれ、HA コーティングインプラントの骨誘導などによる早期治癒がクローズアップされるなど、インプラントメーカーにおいては、治療期間の短縮にしのぎを削っている。ついで、骨の再生や増生は可能であるが、インプラント周囲に、歯根膜を再生させることはできない。 この歯根膜がインプラントに存在しないことが天然歯と比べた時の大きな相違点である。歯根膜は噛む力の感知の役割を果たす感覚器でもあり、歯根膜のないインプラントは、咬合機能圧に対する反応が天然歯とは異なると報告されている。天然歯とインプラントを長期に併存させようとする場合に不具合が生じることがあり得る。骨へのドリリングに際し、 ドリルを使用すると、課題のような危険があるだけではなく、摩擦による組織への摩擦熱を与えて、予後を悪くする原因となる。ピエゾエレクトリックデバイスのように、血管や神経を切断することや、摩擦熱を与えない器具も使用されている。インプラントは単独での前入りに加えて下記にあげる。用い方もある。インプラントは世界に100から200種類が存在すると、言われている。 日本で主に臨床で使われている代表的なものを以下に記す。日本歯科医学会の専門分科会である日本高校インプラント学会がインプラント治療従事者への認定制度を設けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。